コンカラーは、イギリス海軍の原子力潜水艦、チャーチル級原子力潜水艦の2番艦、イギリスの軍艦で、コンカラーの名を受け継いだ艦としては9代目にあたる。2019年時点で、戦闘艦と交戦し、魚雷で撃沈する戦果を挙げた、唯一の原子力潜水艦としても知られている。コンカラーは、 バーケンヘッドキャメルレアード造船所で1967年12月5日に、帰港、1969年8月18日に、浸水し1971年11月9日に、収益した。冷戦期イギリスの他の原子力潜水艦と同様、その主たる目的は、ソ連海軍の脅威に対抗することであり、ソ連の原子力潜水艦の活動の監視にあたり、あるいは、 潜水艦や水上艦を攻撃することを目指して建造された。しかしながら、コンカラーの名を高から占めたのはソ連からは、ほど遠い南西大西洋での戦い、すなわちフォークランド紛争における戦果であった。アルゼンチン軍のフォークランド侵攻から2日後の1982年4月3日、クリストファーリー・ブラウン中佐の指揮の下ファスレーン海軍基地を出港したコンカラーは、 21日後には、ホークランド諸島周辺の高校風境域に到達し、2隻のスウイフトシア救援視力潜水艦と共にイギリス機動部隊に加わり、機動部隊の外縁の警戒に当たった。今から以下、これらの潜水艦は、アルゼンチン海軍の艦艇の活動状況の調査、とりわけ空母ベンティシンコデマイオの動向の調査を命じられていた。しかしながら、 4月30日、コンカラーが捕捉したのは、巡洋艦ヘネラル、ベルグラノ以下、駆逐艦2隻からなる水上戦闘軍であった。ヘネラルベルグラノは、フォークランドの南西を航行していたものの、航行封鎖水域外にとどまっていた。ヘネラルベルグラノの動向は直ちに、ノースウッドのイギリス艦隊作戦本部とイギリス機動部隊司令部に通報されたが、この時、 コンカラーに課せられていた抗戦規則によればイギリス側が通告した航空封鎖水域の外に留まる限りアルゼンチン海軍艦艇を攻撃することはできなかった。これとほぼ同時にイギリス機動部隊の北方からは A-4 からなる航空弾を搭載したベンティシンコデマイオに引きられた空母機動部隊が西方からは フランス製のエグゾ世帯艦ミサイルを装備したフリゲートからなる水上戦闘軍がそれぞれ展開しつつあり、アルゼンチン海軍がイギリス機動部隊を3方向から包囲しつつあることが明らかであった。ヘネラル・ベルグラノを追跡していたコンカラーには別の難問があった。ヘネラル・ベルグラノを中心とする水上戦闘軍が留まっている海域はバードウッドバンクと呼ばれる浅瀬であり、 その先進度が、コンカラーの行動を困難なものにしていただけでなく、この水上戦闘軍の同行移管によっては阻止の気を失う危険があった。いずれにせよ、それ以上の行動には、上層部の判断が必要であった。5月2日、ノースウッドのイギリス艦隊作戦本部は、政府との協議の上、封鎖水域外に未だ留まっていたヘネラルベルグラノを撃沈する指令を発した。 この指令では、副次的に必要とあらば、他の2隻に対する攻撃も許容していた。ィ・ブラウン中佐は、ソナー及び戦望鏡から得られる情報から、ヘネラルベルグラノへの接近ルートを取り、必要な射撃解析値を得て、16時頃に3発のマーク8魚雷を発射した。このうち2発が、ヘネラルベルグラノに命中、爆発し、ヘネラルベルグラノは17時頃に沈没した。 同行していた2隻の駆逐艦がヘネラルベルグラノの撃沈に気づくまでには時間がかかり、すべての生存者が救助されるまでには48時間を要した。イギリス側の記録によれば、この際、駆逐艦から爆雷の投下が行われたとされているが、この事実を裏付けるアルゼンチン側の記録はない。この撃沈によるアルゼンチン海軍上院の死者は二十三名に、 および、フォークランド紛争において、一度の交戦で生じた死者数としては最大のものとなった。この後、二隻の駆逐艦はそれ以上に封鎖水域に接近することなく離脱していったが、交戦規定上、追い打ちを禁じられていたコンカラーにそれ以上の交戦の機会は訪れなかった。コンカラーの戦役はこれで終わりになったわけではなかった。 アルゼンチンの人々と独裁政権に衝撃を与えたコンカラーとその乗員は数日にわたってアルゼンチン空軍による捜索と攻撃にさらされたがそれらが功を奏することはなかったその後のコンカラーに交戦の機会はなくアルゼンチン本土から飛来する航空攻撃を通報することで機動部隊に支援を提供した戦争終結後ファスレーエンに帰還したコンカラーは イギリス潜水艦隊における戦果を挙げた、際の伝統に従って、ジョリー・ロジャー機を掲げて入港した。後日、リー・ブラウンは、この一件について問われて、次のように答えた。イギリス海軍における13年間の積み重ねが、このような機会を私にもたらしてくれた。あの機会を活かすことができなかったら、この積み重ねをすっかり無駄にしてしまうことになっていただろう。 1982年後半、コンカラーはポーランドの肌を掲げた栄光船からソビエトの栄光式ソナーレイを奪取するためのバーメイド作戦に参加した。この作戦はイギリス軍とアメリカ軍の共同任務でありソビエト領海の協会で実施された。コンカラーは選手に取り付けられたペンチを使用して3インチの太いワイヤーを切断し、 ソナーを回収することに成功。その後、クライド海軍基地に帰投した。コンカラーは、その後、戦役に赴むくことはなかった。1980年代に、同級の他の艦と、同じく路心交換工事と同時に近代化階層を施され、2001型ソナーを2020型ソナーに、197型音響を、溶撃受信機を2019型パリに、 さらに射撃式装置を DCB 型にそれぞれ換装されたほか2026型エコーソナーアレイが追加装備された。この際の改装には一番艦のチャーチルで実施されたハープーン運用試験の実績を踏まえてのハープーン運用能力の負荷も含まれていた。この改装工事は1987年に 完了したものの、同年に改装工事中であったバリアント級二番艦、ウォースパイトに冷却水管系の亀裂が発見されたため、同じ設計の機関部を搭載するバリアント級及びチャーチル級は順次早期解約されることが決定した。コンカラーは1991年に解約され、核燃料を撤去し再利用可能な装備を取り外された後、 全ての開口部を封鎖した状態でデボンポートで保管されている。ただし、潜望鏡だけはゴスポートのイギリス海軍博物館で展示されており、一般に公開されている。ありがとうございます。